今回は梅干しを作るときにできるエキス、梅酢を使ったレシピ3選をご紹介します。梅酢にはクエン酸やポリフェノールが含まれ、成人病予防や疲労回復に効果が期待できる上に、血液の流れを良くし、免疫力アップも期待できる、今密かに注目されている万能調味料の一つです。梅の旨味がぎゅっと詰まっている梅酢は、幅広い料理に使える万能調味料なんですよ。赤しそを使っていない白梅酢でも、赤しそをつけた後の赤梅酢でも、どちらでも作れます。早速作っていきましょう。このチャンネルでは、我が家で使ってみて良かった商品や暮らしに役立つ情報などを配信しています。ご興味ある方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。まずは梅酢だし巻き卵を作ります。ボウルに卵を割り入れたらよく混ぜます。卵焼きに梅酢なんて合うの?と思われるかもしれませんが、これがまた結構美味しいんですよ。だし汁は濃いめがおすすめです。フライパンに油を敷いて卵液を流します。3回くらいに分けて巻いていきます。卵液を流して焼いて巻く作業を繰り返します。卵焼きって巻くのが難しいですよね。いつもきれいに巻けないというか、破けたりしてボコボコになっちゃうんですよね。練習あるのみですね。最後の一巻き。結局ボコボコは治りませんでしたが、ご愛嬌ということで。お好みで大根おろしを添えて出来上がりです。出来たてを食べても美味しいですが、冷めてからの方が梅酢の酸味と爽やかさが感じられます。お出汁のおかげでプリプリ食感。梅の酸味は消化吸収を助けるほか、汗で失ったミネラルをチャージしてくれます。他に具材を加えれば味のバリエーションが広がりますよ。お次は梅酢唐揚げ。まずは鶏肉の下処理をします。余分な皮や小骨や筋、臭みの原因となる油を取り除いてからお好きな大きさに切ります。我が家がよく作る唐揚げは醤油、ニンニク、生姜などで味付けをする一般的な唐揚げですが、夏はもっぱら梅酢唐揚げですね。時間が経ってもパサつかずジューシーなんですよ。今回はゴロッと大きめサイズに切っていきます。
大きいサイズの唐揚げは食べ応えがあって結構好きです。下味は梅酢とお酒のみ。ニンニクや生姜を入れても美味しいですが、まずは梅酢だけの唐揚げを味わってみてください。よく混ぜ合わせて味をなじませます。冷蔵庫で15分ほど休ませて味を染み込ませます。15分ほど味を染み込ませたら衣をつけていきます。小麦粉と片栗粉を1対1の量で入れて混ぜます。鶏肉にまんべんなく粉をつけます。片栗粉を入れることで竜田揚げのようなザクザク食感を楽しめます。あとは170度に温めた油で揚げていきます。時々裏返しながら良い色がつくまで揚げます。良い感じになりました。今回は大きめサイズの唐揚げなので5、6分揚げました。揚げ時間は鶏肉のサイズによって調節してくださいね。美味しそうに揚がりました。ザクザクの梅酢唐揚げ完成です。梅酢を入れることでお肉の臭みはなくなり、しっとり爽やかでさっぱり食べられますよ。肉汁をしっかり閉じ込め、ジューシーな仕上がり。梅酢パワーでしっとりしているので、お弁当に入れてもパサつかず美味しくいただけます。梅酢効果で旨味もアップ。食べた時にほんのり梅の風味が口中に広がり、食欲のない時でもパクパク食べられますよ。お次は梅酢ぶっかけそうめん。ささみ肉は筋を取り、身を開いたら半分くらいに切ります。沸騰したお湯にささみを入れ、アクが出てきたら取り除きます。蓋をして火を消したら、10分から15分ほど放置し、余熱で火を通します。ささみを取り出して冷ましておきましょう。ささみを冷ましている間にきゅうりを千切りにします。ささみが冷めたら細かく裂いていきます。夏は食欲がないからといってそうめんばかり食べていると咀嚼回数が減るので、胃酸の分泌が鈍り、お肉やスタミナのあるものが食べられなくなります。なので毎食何かしらのタンパク質を摂るように心がけています。ボウルに裂いたささみを入れたら、調味料を足してタレを作っていきます。
そうめんを規定の時間で茹でていきます。茹で上がったら冷水で締めます。お皿に麺をのせて具材を盛り付けていきます。トッピングはお好みで、オクラやナスなどの夏野菜を盛り付けたり、ミョウガや青じそを添えても良いですね。最後に刻み海苔を散らして完成です。梅酢の酸味が引き立つぶっかけそうめん。ささみでタンパク質を摂取、きゅうりや海苔でミネラルを補給できます。暑い日にぴったりのレシピ。ペロリと食べれちゃいますよ。食べるときは豪快に混ぜ合わせて、麺にタレをよく絡めます。いただきます。酸っぱくて美味しい。きゅうりのシャキシャキ食感も最高です。梅酢を使った料理3選、いかがだったでしょうか。梅酢を加えると優しい香りとキュッとした酸味が料理にアクセントを与え、食欲を刺激してくれますよ。いつも作っている料理でも味付けが変わるだけで新鮮で美味しく感じます。どれも簡単にできるので、ぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴していただきありがとうございました。